高橋宮です。日の本一の強者真田幸村、戦国時代をテーマにしたアニメやゲームなどでは織田信長、伊達政宗と並び主人公格の扱いを受けています。しかし大河ドラマ真田丸以降、創作上のヒーロー真田幸村から真田昌幸の次男真田信繁へと実際の名前と功績が広く知られ定着しつつあります。ですが今回のテーマは真田幸村に仕えた個性的な10人の武将たち、真田中勇士。真田中勇士は創作の中の架空の人物たちではありますが、今回はあえてヒーロー真田幸村を支えた真田中勇士の紹介をしていきます。創作の中のお話なので今回は真田幸村の名前で進めます。真田幸村がヒーローとして描かれるようになったのは1672年に書かれた難波戦記という軍記物。江戸時代後期には真田昌幸、幸村、大輔三代と徳川家との奮戦を描いた真田三代記が成立し、その中には後に真田中勇士と呼ばれる人物や似た名前の人物が多く登場しました。さらに真田物の講談が流行り、真田幸村とその家臣たちは民衆のヒーローとなりました。講談師たちは真田三代記には登場しなかった猿飛サスケを生み出したほか、個性豊かな家臣たちの物語を膨らませていきました。講談を読み物として再編集した立川文庫が1911年に発刊され、死亡真田幸村に続いて真田三勇士、忍術名人猿飛サスケ、真田三勇士、ゆりかまのすけ、真田三勇士、忍術名人、霧隠れ再造、真田三勇士三部作が作られます。その後は、真田家豪傑、三好政界入道など、豪傑の逸話を集めた作品が登場。後に、真田中勇士が刊行されました。立川文庫は人気作品となり、映画などのメディアで、猿飛サスケを中心に作品群が作られるなど、真田中勇士の枠組みが成立していきました。続いて真田中勇士を構成する10人の武将たちを特徴などと合わせて紹介します。まずは猿飛サスケ。屈指の人気を誇る甲賀流忍術の忍者使いで、名前の通り猿のような素晴らしっぽい忍者として描かれています。モデルとなった人物は複数人存在していて、幸村の九度山実況に従ったという記述が残る六角氏に仕えた三雲片持ちの子三雲サスケ片春、真田家に仕えた忍者横谷幸重、金ヶ崎の軒口の際に木下秀吉の配下になり、一族で秀吉の天下取りの影の力となった元盗賊の猿飛二助、伊賀の下人である下野の小猿の本名が光月サスケであることから、光月サスケにも猿飛サスケ説があります。しかしそのモデルとなった人物も実在説と架空説があり、はっきりとは分かっていません。次に霧隠れ再造。猿飛サスケと対比するように伊賀流忍術を使う忍者で、伊賀忍者棟梁桃地三太夫の弟子、石川五右衛門が兄弟弟子という設定。真田三代記には霧隠れ鹿右衛門として登場。猿飛サスケに次いで人気が高く、霧隠れ再造を主人公にした作品も多く存在します。ゆりかまのすけ、元は菅沼家家臣で真田家とは敵対していましたが、戦いで敗れ真田家の捕虜となり、後に真田家に仕えました。鎖鎌と槍の名手として描かれ、真田三代記にも豪傑の武将として登場します。三好政界入道と三好伊佐入道は兄弟で幸村に仕えた僧の姿の豪傑。真田三代記にも名前が登場し、出羽の国亀田出身で真田家の縁戚であることから頼って仕官したとされています。三好三人衆の一人、三好正康とその弟三好正勝が二人のモデルとされていますが、真田家との関わりはありません。続いて筧十三。幸村の側近の一人で鉄砲の名手、父である筧十兵衛は幸村の祖父幸綱の代から仕え、
真田家の重臣として真田三大記にも登場しますが、筧十三の名前は真田三大記には登場しません。レズジンパチ、もともとは海賊の狩猟でしたが、真田幸村が豊臣秀吉の命で筧水軍のもとへ赴いた際に真田家に引き入れたとされ、大坂夏の陣では幸村の影武者となり討たれました。真田三大記では根津陣八貞盛として登場。その他根津姓の武将が多数登場しています。望月六郎も幸村の側近の一人で、6歳の頃から幸村に仕えました。爆弾作りを得意とした人物で、幸村の影武者としても活躍。同じ立川文庫でも作品によって望月門戸、望月三郎など呼び名が変わっていて、真田三大記には望月門戸が登場したほか、望月姓の家臣が数多く登場しています。雲野六郎、真田家の重臣の家に生まれ、幸村の側近の一人になりました。重有氏の中では最古参であり、幸村の右腕名参謀として真田軍を指揮した人物です。真田三大記に同名の人物が登場しますが、真田幸綱の義理の甥であるため同一の人物とは考えにくく、似た人物では幸村の時代に雲野六郎兵衛という人物が登場しています。最後に穴山小助、穴山家はもともと武田家に仕え、武田家滅亡後に真田家に仕えました。穴山小助は幸村の側近として古くから仕えていて、背格好や容姿が幸村に似ていたことから影武者としても活躍し、大坂の陣では幸村を名乗り敵陣へ切り込み、敵将を多く討ち取り戦死。徳川軍は影武者と見抜けず、幸村を討ち取ったと誤認し、穴山小助の活躍により幸村は薩摩に落ち延びられたとされています。戦国時代最後の戦いといわれる大坂冬の陣と夏の陣、この戦いで突如現れた真田幸村、表裏卑怯の者と称された真田昌幸の次男でしたが、その前半生ははっきりせず、記録があまり残っていません。従属していた武田家の滅亡後、自立した真田家でしたが、小さな勢力だったので、幸村は真田家存続のために、上杉家、そして豊臣家へと、人質として送られ前半生を過ごしました。豊臣政権下での記録も少なく、詳しくは分かっていませんが、秀吉の馬回り衆となり、伏見城の普請に関わり、大坂と伏見に屋敷を与えられた。人質としてはかなりいい待遇を受けていたと、近年の研究で明らかになりました。それまで歴史の表舞台には登場しなかった真田幸村、関ヶ原の戦いでは父正幸と共に西軍に着いたことで、九度山に流罪となり、10年以上実居生活を送りました。真田昌幸の次男としてそのまま生涯を終えるはずが、大坂の陣というチャンスが巡ります。上田合戦で2度も徳川軍を撃退し、徳川家康が恐れた真田昌幸、その子である幸村の大坂入りに昌幸の旧臣らも駆けつけますが、実績がないためか幸村の策はあまり受け入れられず、冬の陣は真田丸を築き前線したことで講和に持ち込みますが、夏の陣では勝ち目がないことを悟り、家康本陣へと切り込み、家康に切腹を覚悟させるほど追い込みましたが、家康を討ち取ることはかなわず、傷を負った幸村が安井神社で休息をとっていた時、徳川方の西尾宗次に見つかり討ち取られたと伝わります。しかし大坂の陣が終わると、あるわらべ歌が流行ります。花のようなる秀頼様を、鬼のようなる真田が連れて、引きも引いたり鹿児島へ。豊臣秀頼と真田幸村が大坂城を抜け出し、薩摩の国鹿児島へと逃れたというわらべ歌ですが、そんな生存説が生まれるほど、当時の民衆たちも真田幸村をヒーローとして見ていたのかもしれません。民衆から愛された真田幸村、物語を創作する上で前半生が分かっていない点もいい方向に転びました。記録に残る真田家の功績、真田信繁の功績、この点と点を結ぶ線を膨らませ、ヒーローとしての真田幸村、それを支える真田重有氏、それぞれの伝説が生まれたのです。この動画がいいと思った方はチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。